皆様こんばんは、シャトです。今回の賢者のお話は ID でのお話です。なお、このお話はレベル71時点の ID でのお話となります。とはいえ、賢者はレベル90までのスキル回しでもおよそレベル70までの内容と同じようなことが言えます。大きなスキル回しの変化はあまりないので、 ID での基礎のお話としてお聞きいただけると嬉しいです。では始めます。よろしくお願いします。さて、ではまずあらかじめ戦闘前にカルディア、そしてエウクラシア・ディアグノシスをタンクさんへと付与します。これはアダースティングを効率よく回収する行為でもあるので、積極的に行えると良いかもしれません。ただタンクさんが敵と回敵する前に行わないとヒールヘイトで敵死を稼いでしまうので注意が必要です。またカルディアによるヒールヘイトの都合上、タンクさんが範囲攻撃を行う前の攻撃行動は控えた方が良いでしょう。このあたりのカルディアのお話は前回の動画でお話をしているので、良ければ見ていただけると嬉しいです。さて、1グループ程度の進行なら基本的にはカルディアのヒールのみで乗り切れる場合が多いです。タンクさんの HP が減りましたら、その都度ドルオコレをタンクさんへと付与してフレグマ、アダースティング消費のトキシコンなどの強力な範囲魔法を打ち切り、あとはディスクラシアを打ち続けているといつの間にか終わっていることが多いです。1グループほどならカルディアのヒールが強すぎるので回復行動を取る必要がない場合がほとんどです。リキャストの早いケーラコレ、フィシスはグループごとの開幕に打てるので戦闘中のルーティンとして私は必ず打つようにしています。1グループずつの進行やフェイスを利用した戦闘ではこれらの要点を抑えることで危なげなく進行できると思います。ではボス戦での賢者の立ち回りです。これはボスの行動を把握することが最も重要であると言えます。フォーカスターゲットなどを利用してボスの行動を注意深く観察し、主に範囲攻撃のタイミングを覚えればもう怖いものはありません。ボスの範囲攻撃の直前にケーラコレ、ピシスを撃つことができればプログノシス等のヒールを行わなくともホットによるヒールで HP を戻してくれます。もちろんイックソコルのヒールもとても心強いです。不意に HP が減ってしまった場合の備えとして、ドルオコレをいつでも打てるように準備をしておき、あとはギミックを処理し続けることでカルディアのヒールが大抵のことを何とかしてくれます。コツとしてはケーラコレには継続回復の効果もあるということをしっかり熟知して立ち回ることだと思います。それでは次に、いわゆるまとめ進行の場合のお話をします。まずはじめにお断りをさせていただきますが、これからのお話はまとめ進行を肯定促進するお話ではないということを念頭に置いていただけたら幸いです。まとめ進行を不意に行うことになった場合への備えとしてこれからのお話をしたいという旨をご理解いただければと思います。さて、賢者でまとめ進行をする場合において最も重宝するスキルはハイマです。ハイマは実質無敵スキルと思えてしまうほどの超強力なスキルです。回復力1500相当に達するバリアはまとめ進行であってもその効果中は一切 HP を減らさず敵の攻撃を受け続けることができます。このハイマが付与されている間にどれだけ敵の HP を減らせるかがまとめ進行における大きなポイントです。タンクさんもまとめ進行を行えるほどの技量がある方であれば、一番 HP が減るタイミングはまとめ始めた序盤であると知っています。なのでその序盤に防御バフを盛り込むはずなので、被ダメージが軽減された攻撃がハイマのバリアに与えられます。よって通常よりもハイマのバリアが維持されやすい環境が用意されるのです。そこへさらにリキャストの早いケーラコレ、76レベルで覚えるホーリズムなどの被ダメージ軽減スキルを合わせることによってさらにダメージは軽減されてハイマのバリアがいきます。よって開幕は雑魚をまとめ終えたらケーラコレを打って、その後エウクラシア・ディアグノシスの付与とハイマを与えることでかなりの長い間攻撃に専念することができる時間を作れます。あとはハイマの効果が切れていないか、それをタンクさんのバフランをチェックしながら範囲攻撃を打つことで、パーティーの火力が十分であればバリアの効果が終わる頃には敵がまとめて瀕死になっている場合が多いです。ハイマの効果が切れたことを確認したら即座にエウクラシア・ディアグノシスを付与して HP の減りに備え、アダースティングを回収しつつ消費して攻撃のループをすれば問題はありません。コツとしては、ここでタウロコレや他アビリティを切ってしまうと、次の戦闘への備えがなくなってしまうので、ハイマの効果が終わったら、エウクラシア・ディアグノシスを付与、からのアダーガルを回収、消費してトキシコン。
再度エウクラシアディアグノシスを付与してアダーガルを回収からの時仕込み、このループでタンクさんを支えるのがコツかもしれません。さて、最初のまとめを終えて2回目のまとめとなりますが、ここに先ほど温存したタウロコレ、ゾーエ、ソーテリアなどのスキルを合わせます。レベルが80になればパンハイマというハイマの全体付与版を習得しますので、それを利用することになるのですが、それ以前のレベル帯では少々不安が残るイメージです。とはいえ備えを盤石にし、スキルをローテーションするように使いこなせればさほど難しいことでもありません。開幕はやはり A クラシアディアグノシスを付与して、戦闘が始まったらリキャストの早いケーラコレ、ピシスを打ってからスタートです。注意点としてタウロコレはケーラコレの軽減効果とは重複しないので、 HP が減ったからといって使い勝手のいいタウロコレをすぐに打たないことが挙げられます。まずはドルオコレ、カルディアの回復効果を向上させるソーテリアなどのカードを切りながら、ケーラコレの効果時間が終わるまで粘ります。多少ハイマがある時より HP は減りますが、それでも十分 HP の減りが抑えられた状態を作れるので、フレグマやトキシコンなどの強力なハイマ法をこの隙に打ち切りましょう。ディスクラシアを打つ余裕もあるとは思いますが、油断は禁物です。いつでもドルオコレを打てるようにタンクさんを見守りながら、適宜エウクラシアディアグノシスを付与しつつの攻撃を私はよくしています。ケーラコレの効果終了後、タウロコレを付与して火ダメ軽減の効果を更新、あとは最後まで油断なくエウクラシアディアグノシスを付与からのトキシコのループを行うと良いでしょう。ただこのループをしていると MP 消費がとても激しくなってしまうので、ルーシッドドリームをリキャストごとに使うことがとても大切です。賢者は実は ID でのまとめはあまり得意ではありません。しかしスキルをよく理解して数々のスキルを複合して使うことで、他ヒーラーにはない安定感を誇ります。なのでもしまとめが苦手だという方にも賢者の可能性を知っていただけたら嬉しく思います。重ねて言いますが、私のこのお話はまとめ進行を促進するものではないので、改めてそのことをご留意いただけると嬉しいです。それでは今回の動画を終わります。最後になりますが、私が使用しているとっても便利で実践的なマクロのご紹介をするので、よければ引き続き見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録などしていただけると私がとっても嬉しくなります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。